拍手は。なになにこれ。あれすいません、今日は山本智樹さんね、今日は男前で来たんですけども、ルックスはねちょっとチャラい感じに見えるかもしれないけど、これがまた甘いマスクで。どうですか仕事ぶりは。あんまテキパキしてて、もうイケてますよ。若い割に挨拶しっかりできるし、あーいいね。あとなんか気持ちの中から男前みたいな感じですね。山本って申します。22歳、趣味は料理に野球、フットサルですね。普段そのお仕事ってのはどういうことをされるんですか。中のキッチンのスタッフで、うんうん、で昼間は仕込みと、はい、やってます。野菜切ったりとか、もちろん鶏肉切ったりとか、うん、あの串打ちなどいろいろやってます。はい、鶏屋さんやね。はい、そこのおすすめはちなみにどういうものがある。骨付き鶏とか。骨付き鶏、はい、もも肉 の骨をついたまんまでボーチと揚げて、うん、で出させてもらうっていう、はい、それは美味しい。美味しいですね。もうどんな味がするんですか。親鶏なんか結構うまみがあって美味しいし、若鶏やったらもう柔らかく、はい。大将にこれは負けんねっていうようなことあるんですか。そうですね、そのうちに置いてる手羽餃子っていうのがあって、手羽先の中にミンチを詰めて、うん、揚げるっていうあれなんですけど、それはちょっと骨抜き作業があるんですけど、それはもう仕込みの段階の、はい、はい、そうですね。その骨抜き作業は大将には絶対に負けないですね。もう負けないですね。言ってもた、大勝負ということ。ちょっと見ていただけると、そこで。え、どちら応援されますか。もちろんトモキです。あー、シリです。お父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃん、ここでも熾烈な戦いがわちゃわちゃした現場に。いいですね。の前には仲良さそうですね。これ10本ずつですね、この先を用意しましたので、はい、まあ単純にここにあるやつを骨抜いて、できたやつを真ん中の隣の塔へ、ね、はい、乗せていくということで。これが大人でなかった方がいいですね。でもそれはもう勝負ですから、ね、はい、よーい、スタート。結構力入りそうですね。あ、マスターでもなんかできなかったですけど。気合いは十分だったんですけど。応援してもらってるよ。待ってるよ。あ、もうマスターの余裕だった。違う、わかりました。店長の勝ち。絶対勝ちますね。忘れでした。あさかさん、あさかさん、今あさかちゃんって言ってた。あ、そうですね。なんか多分メッセージが。そうですね、はい、僕個人的に内藤あさかさんのちょっとファンで。わー、はい、見た。いつもほんまに嬉しそうですね。見た。じゃあちょっと今日は勝負中にそれもこう総理に浮かんでしまって、ちょっともう朝さんがもうこの辺にいて、ずっとおって、ずっとおっていいよ。何言ってんねん。さあ彼が勝負服に着替えたら、ん、どうですかこれ。これ何ですか、柔道されてたんですか。そうですね、ほんまの勝負服よ。有段者。そうですね、はい、何でもできるね。柔道にも自信はありますね。と、はい、じゃあまさに勝負服。はい、山本さんの理想のデートプラン。はい、今の時期やったらいちご狩りとか行きたい。どっちかでもアウトドア派ですか。そうですね、もう行きたいと思ったとこは、うん、もちろんもうそこまで絶対行きますね。ちなみに山本さんとお付き合いすればどんなメリットが。柔道やってたんで、はい、鍛えた体で、うん、女性を守ると。お、美味しい料理ももちろん作りますね。では最後にですね、はい、カメラに向かって PR をお願いいたします。はい、当店自慢の焼き鳥、もちろん、地酒、焼酎、ワイン多数用意してます。中でもやっぱり手羽餃子なんて、おすすめですかね。はい、これで今日実際に作っていただいたやつ、はい、はい、ちょっと見せてもらってそうですね、これ出来上がりね。はい、出来上がりですね、はい、手羽餃子の。お味がするんですか。お、なんか食べたら喋られへんでね。うん、うん、うん、なんかうん、そうですね、はい、
手羽餃子の骨は大将に負けてもて抜けんかったけど、浅香さんにはちょっと骨抜きにちょっとされてますね。もう若いうちからこんな言うたらありません。大好きですね。すごい。いつも見させてもらってます。完全にほんま骨抜きにされてますやんか。ちょっとほんまね、いつもイケてるくんね、ディレクターが多分いろんなことさしてるんでしょうね。ほんまご協力いただきありがとうございます。ほんまにね、あんな絶対言わされてるくんありましたよね、骨抜きとかね。そうなの。言わされてんの。もうでも浅香さんファン。ありがとうございます。さあ今日もですね、はい、大先生に何イケてるくんなのか、はい、書いていただきたいと思います。中島さんいかがでしたか。なんかシャキシャキしててまっすぐしてる感じがいい感じでしたね、はい、シャキシャキしてました、はい、確かにね、はっきりね、声、はい、もね、はい、新井さんは、うん、甘いマスクだけどやっぱり柔道されてるから男感じましたからね、うん、どういう才がですか。うちの息子には負けます。親ばかが急に親ばかが来たんじゃないの。どういう才の息子さんの方が行きましょうね。いや結構びっくりしましたね。思ってたと違う回答になったら。さあ内藤大先生、はい、今日は何イケてるくんでしょうか。はい、今回はこちらです。はいはい、どん色鉛筆イケてるくん。どういう、え、色鉛筆、今皆さんもおっしゃってたみたいに、うん、なんかいろんなこう表情とかあるじゃないですか、うん、なんかVTR にもありましたけどちょっとチャラいっぽい、はい、チャラそうやけど、うん、みたいな。でもすごいハッキハキしてて、今風やけどハッキハキしてたけど、はい、はい、こんな表情があって、サッカーできて柔道できて、でもいろんな色を持ってて、それでいて芯がしっかりしている。すごい、うますぎます。内藤大先生ありがとうございました。以上イケてるくんのコーナーでした。